はい、ドンキホーテでドローンを買ってみました。値段の方は約7000円でした。で、早速開けて組み立ててみましょう。おお、説明書ですね。よし、部品が1、2、3、これは操作スイッチかな。これが本体です。いや、おもちゃ本当におもちゃです。これは全然、やっぱ安いだけのことはある。プロペラのカバー、いいのかな、いいか。そしてこれで充電は、まだ半分もいってないんですけど、一応動くような状態になりましたんで、ちょっと動かしてみましょう。ドキドキ。おおびっくりした。あ、怖かった。どうしたらいいんだろう。ゆっくりで上に上げていく。ちょっと外でやらないとちょっと無理だね。ということで、ちょっと今日はこれまでということで、今週はちょっと雨なので、来週というか週末晴れになりますんで、風がない時に外で飛行テストをちょっとやってみましょう。はい、以上です。